工場の現場改善は、モデルを使うともっとわかりやすくなります。さあ、一緒に学びましょう。今日もお疲れ様。リラックスしてもう一頑張り。みなさんこんにちは。大戸健二です。工場では、生産時間の短縮や時間当たり出来高の向上、納期改善など、 いいいろろな改善が進められていますこのようなものづくり改善に IE 技法の応用といろいろな生産方式とか関係図書教科書などから考えを得て取り組まれていますしかし自社の製品にマッチする改善の基本を理解することは難しいようです広島港では改善の基本の理解に力を注いでいます 教室内に模擬現場を設置し、演習モデルを使用した体験型の学習を行っています。演習モデルを使って学習すると理解が深まり、失敗の少ない改善に近づけることができます。現場改善道場のモデルの説明。まず、モデルについて説明しましょう。6メートル ×8 メートル。 48平方メートルのシート状に、加工設備に見立てた箱を設置し、模擬生産現場を実現しています模擬現場において、ブロック組み立てにより、おもちゃの自動車を組み立てます 組み立て工程は8つの工程から成り立っていて、3人編成で10台の自動車を組み立てる生産工程を構成しています。 A さんは1から3工程、B さんは4、5工程、C さんは6から8工程をそれぞれ担当しています。現状の作業風景。それでは、現状のレイアウトと作業方法で製造している様子を見てみましょう。 現状のレイアウトと作業方法によって製造される製品、1個当たりのリードタイム、タクトタイムは計測してあります。これが実際の中小企業の工場の現状ということになります。 現場改善の視点、IE による改善の視点。それでは、現状の工場を改善するための視点や考え方を説明しましょう。現場の分析には IE を用います。IE とは、インダストリアル・エンジニアリングの略で、工場で行う生産について科学的な視点で分析し、 生産性の向上や、原価の低減を図るための手法です。誰が、どういう順番で、どの機械で、どのような作業方法で生産し、また、それにどの程度時間がかかっているかを観測することが基本となります。このモデルでは、機械の作業は観測できませんので、 人の作業を観測することとなります。改善ポイント1価値を生む作業と生まない作業を区分するまず、生産システムに求められる仕事の価値とは何かを考えてみます。ものづくりでは、もの,の形を変化させたり、部品と部品を組み合わせたり、 といった作業が価値を生む作業です。理想的には、ものが完成するまでにすべて、この価値を生む作業で構成されることです。次に、価値を生まない作業とはどういう内容か見てみましょう。まず、加工されたり、組み立てされるものについて見ると、実際の工場では、一つの工程が終わった後、次の工程に入るまでに、 何もされずに中間仕掛か,かりとして置いてあったりします。また、次の工程や別の場所に運搬されていることもあります。機械で言えば、動いていない、加工していない、故障して止まっているといった状態です。作業者で言えば、何も行わずに待っている、部品や工具を探している、物を運んでいる、 といった状態です。改善ポイントの一つ目は、こうした価値を生まない作業を観察して見つけ出し、なぜこのような状態になっているのか、現場の分析から価値を生まない状態をなくす方策を考えていくということです。可能な限り、人は作業をして物を加工したり、組み立てを行っている状態に、 物は加工されたり、組み立てられたりしている状態に、機械は作動して物を加工している状態になるように、改善案を考えるということです。では、今のポイントに気をつけて、作業している様子を見てください。そして、付加価値を生まない作業は何か指摘してみてください。 どうでししたたかかか付加価値を生ままない作業が分かりましたか例えばこんなことが挙げられます。部品を探している。あるいは取るために移動している。この工程の作業が終わった製品が10個の作業が終わるまで次の工程に行かずにとどまっている。これを停滞と言います。 改善ポイント2価値を生まない作業とは何かとそれが発生する原因を考える改善ポイントの2番目は価値を生まない作業についてそれが発生している原因を考えるということです先に見たように1部品を探しているあるいは取るために移動している2 この工程の作業が終わった製品が、10個の作業が終わるまでに、次の工程に行かずにとどまっている。という2つの状況を挙げてみました。こうしたことが発生している原因を考えてみましょう。1については、部品の置き方。決まった場所に置かれていない。 他の部品が混在しているといったことが考えられます。移動する点については、片手を伸ばして取れる位置に置かれていないといったことが考えられます。2については、物の流し方、1ロット10個で生産しているため発生していると考えられます。いかがでしたか改善ポイントは今日は2点見てみました。 1>, 1点目は価値を生む作業と生まない作業を仕分けることです。2点目は価値を生む作業だけに注目することです。ここでは時間の都合で改善については述べませんが価値を生む作業に注目すれば現場改善は進みます。現場改善の基本は生産活動に伴う時間を確信することです。 お疲れ様でした。